久々に、ジャニーズ問題、全然最近は無関心になっておりました。亡くなっちゃいましたからね、一人。なので自分もちょっとテンションが下がってしまってた部分があるんですけれども、ちょっと動きがねあったよね。まあ新しい会社の名前が決まった、スタートエンターテインメントっていうみたいですね。で、社長をコンサルティング会社、社長の福田敦史さんっていうのかな、福田さんが、社長に就任しまして、これはのんちゃんのね、どこの社長さんなんですね。のんちゃんなんだっけ、能年レナさんのね、前僕も動画で、能年、レナさんテレビに戻ってこいって戻してあげてくださいみたいな動画をこのジャニーズ問題の時にね、やっぱ干すとか干さないとかっていうのがかなり物議を醸したので、その話をしたらまさか、のんちゃんとこの、エージェント契約のね社長が、ジャニーズの旧ジャニーズ事務所の社長に、今新しくなったスタートエンターテインメントっていう会社の社長に就任する。これは井ノ原さんが依頼したらしいですよ。僕はこれ選択正しいと思うよ。なんかね、ちょっと見たんですけど、だいぶ前かな、そのこの人が福田さんが社長になるじゃねえかっていう噂がある時にファンがめちゃくちゃ怒ってたと。なぜならば福田さんが昔ジャニーズの批判をしてたからだって。しょうがないじゃん。ジャニーズの、旧ジャニーズのね、ジャニーズって言わないとまた広告が書かされちゃうのかな。旧ジャニーズの、ジャニーズのその、悪しき習慣っていうのはもう確実によろしくないじゃないですか。それを、ちゃんと認識して、批判を、していた人が、社長になった方が絶対にいいですよ。100% それが一番いいですよ。あとは、いのっちも言ってたけども、誰がね新社長に外部から入ったって批判はされるんだって、こんな大変な時に引き受けてくれて、本当に感謝しかないって言ってたけど、本当その通りだと思いますよ。だからその怒ってるね人たちはね、何も考えてないと思う、僕は。今はまたその怒りも鎮魂化されてきてるかもしれないですけれども、この人はその芸能界の悪しき習慣をねに異を唱えてる人であって、結局そのテレビで干されてしまった能面レナさんが、全然違う、媒体ではあれど忙しくねなって、彼女も幸せに仕事をしている、生活を送っている状況にまで持ち上げた人ですよね。今別にテレビだけじゃなくても、タレントさんとかっていうのはですね、いろんな分野で、活躍する場所があるんですよ。でギャラもね、もしかしたらテレビよりもいいのが全然あるんですよ。僕はノンさんは全然活躍してない人だななんて思ってなくて、なんなら映画とかで結構出てたからね。だから伸び伸びやれてんじゃねえかなって、そこは思ってました。でもこれからもテレビとか出てくれるようになれば嬉しいなと思ってるんですけどね。ジャニーズの、新しい門出としては、もうジャニーズって言っちゃいけないんだっけ、 YouTube で、わかんないですけど、スタートエンターテインメント、一からやり直すってことでいいんじゃないですかね。これもでもファンの人たちがつけたんでしょ。ファンクラブ14万件の応募があったと明らかにされたって出てるわけですから、もうやっぱりこれまでの芸能界の悪しき習慣を象徴する場所だったわけですよ。J はジャニーズエンターテインメントっていうのは、それ以外にももちろんあるっすけど、浮き彫りになってしまってたわけだから、一番それの象徴する会社が本当にゼロから新しく今までのことを全部清算しながら進んでいくっていうことは、必ずいい影響をもたらすと思います。で今もタレントさんたちテレビにバンバン出てるわけでしょ。だったら別にもう今更不満言う必要もないんじゃないですか。僕自身はねもうテレビ見ないからさ、そんなにそこに関しては興味ないですけど、
世間が、納得するんだったらって思うけど、でも納得できてない人は絶対にたくさんいるわけですからね。そことは逃げずに本当向き合っていくしかないんじゃないかなと思います。で、福田さん素晴らしいなと思ったのは、すぐ週刊文春の取材を受けた。これからはもう積極的にね、自分の敵となるところにはですね、正々堂々と向かっていった方がいいと思うんですよ。一番ネガティブなね、発信をし続けてるとこじゃないですか、週刊文春って。だからもう包み隠さず全部やっていきますよって一生時それでいいんじゃないですか。そう思いませんか。なんか大きなねニュースが出ないからそんなに意識はしてないんですけども、多分これからもずっと追求は止まらないから、それぞれタレントさんの個人のね、過去の素行の悪いとこだったりとか、なんか過去にファンとトラブルがあってなんか裁判になってることとか、いろんなのが出てくると思いますよ。それはそれで、ただこれからはねそうはさせないぞっていう意思表示なんじゃないかなと思いましたよ。だから絶対いい方向にはいってるんじゃないかなと思いますが、まあ何よりもその大事なのは被害に遭われた人たちの、ケアどうなってんだろう。そこの方はちょっとまだ最近、終えてないんですけど、今どんな風になってるのかな。もし知ってる人がいたら、コメント欄に、書いてもらえればちょっと時間ある時に、注目して、見てみたいと思います。芸能界は本当良くなってくれないとね、なんかただのきらびやかな世界だってみんな思って勘違いして憧れちゃったりするんですけど、非常に暗黒な世界なので、そうじゃない、芸能界になってくれりゃいいっすよね。なんかホストがさ、売りかけとかでさ、売りかけ問題とかでさ、すごいいろんな、なんて言うんだろう、法律が変わるのかな、あれって。なんか芸能界もそうした方がいいじゃないですかね。ファンの人たちがそのお金を使いすぎないようにっていうかさ、なんか推し活しすぎてね、借金したりとか、そのホストとかに、あ、じゃあホストじゃねえわ、お金を使うようなで借金しちゃって首が回らなくなるような状況になる、同じパターンの人たちって、このジャニーズ限らずですよ、アイドルをしてる人たちって全然あるんですよ。ちょっとそこまでしなくていいよっていうことをいくら商売とはいえね、それでなんだろう、犯罪に加担してしまったりとかする人もいるわけですから、それはそのタレント側の人たちも、芸能プロダクションの人たちもちょっとコントロールするように、していかないといけないんじゃないかなと思うんですよ。なんか熱狂的になりすぎると、人はね、本当に大事なことを見落とします。はい、政治もそうですが。以上です。ジャニーズ問題、スタートエンターテインメント、良くなることを願っております。